なんでオレンジなんだろう。変変変変。うん、夕方っぽいよね。困る。なんかもっと明るかったくない？前は。うん、なんかさ、カメラの画角をなんかこうしたから変だね。やっぱちょっと煽り系じゃないとダメなのか。いやでもちょっと怖いね。やめとこうか。なんかさ、今日のリサなんかリサじゃないね。なんかいや私だけど、なんか雰囲気が違くない？そんなことない？リサだよ、だって。こんにちは、こんにちは。昨日は早く寝ました。1時以内、1時ぐらいにはなったけど寝たよ。久しぶりだ、久しぶりや。今日光暗め。なんかさ、ね、思った。なんで？どうして？顔好き？今日ね、パールベージュにしました。パールベージュの時はね、みんなから可愛いって言われることが多い。曇りじゃないよね今日。あ、今日曇り？まさかの曇り案件。午後も頑張れそう。頑張れ、偉いよ、頑張って。晴れてる？あら、いや晴れてるよね。なんでだろう、なんか様子がおかしいね。ちょっと寒いね。寒い、わかる、寒いよ。どうしようね。バイト中に見てるの？ありがとう、偉いね、土曜日なのに。寒いよね、わかる、マジ寒い。毎日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 寒い、本当に。こんばん、こんにちは。最近急に寒くなった。なったよ、ヒーターつけてない。今はね大丈夫。寒すぎて布団の中に潜って。いやわかる、布団の中がいっちゃんねあったかい、思うよ。マグマ活躍。あ、メリークリスマスメリークリスマス。まさかのメリークリスマス来ちゃった。こたつ、こたつはないですよ。こたつはここには今ないです。あの実家にはね、ありますよ。だからそのなんか帰省とかした時に入って、そこであのご飯を食べるんです。好き、その時間。うん、外あったかい。あ、え、あったかい、今日、今日あったかい、本当かな。17度とか。いや寒そう。やばい、待って、やばい、サンタのタワーさん、ちょっと待って、かけない案件来てる、これ。やばいやばいやばい。あ、レモンさんじゃん。レモンさんさ、なんかあれだよね、いつもさ新しいタワー来た時一発目に投げない？レモンさんいつもなんかレモンさんの時にやばい、かけないってなってる気がする絶対そうだよね。ねえ、レモンさん書いて、と仲いい。ね、意外といけたりするのかな。でもさ、これまあ頑張ってみようか。でもなんか下が見えないから、下が見えないからね、困っちゃってる。渡る、大丈夫？マジ？
ねえ、もうポカリスエットいっぱい飲みな。もうたくさんアクエリアスとかも一緒、なんかそういう系を飲もう。ソリーが見えないんだよね。上半身はいけるけど。レモン、レモン、うん、さっき無理って言ったよね、レモンさん。そういえば書いてって言ったら、なんでよ、書いてくれてもいいじゃん。え、そう、ソリがね見えないの。とりあえずじゃあ頭の部分だけ書いてみよう。どういう状況かなこれは。お、いや角むずいよね。なんか葉っぱみたいになっちゃったよ。なんか葉っぱ。なんかさ、こないだ描いた気がする、あのサンタクロースのクマ。でもそんなことないんだよね。怖、普通に1年経ったってこと。うわ、なんかさ、立体、じゃあ代わりにプレゼント書く。サンタとプレゼントん、なんか様子がおかしくなってきて、ちょっとやばい。これなんていう名前なの？クリスマスクマ？ん？クリスマス？トナカイ？ん？え、なに？ツリー？え？ツリーじゃない。ソリ？あー！いたよね？ソリクマって前いたよね。ソリクマっていうの？ん？ソリクマっていいの？いたよね。ソリクマで行こう。間違えた。今日は揺れ多め？多めだった？無意識。あー、もう間違えた。トナカイトナカイサンタだったの？普通だったね、思ったより名前。前違ったじゃんね。前違ったくない？名前シンプルにしたのかな、わかんなくなるからシンプルに行こうかなみたいな。はい、書けました。なんかぽよっと、あ、メリークリスマス、かなた、メリークリスマス、書けたよ。はい、レモン、ソリクマにしちゃった。ソリクマありがとう。12月もよろしくね。イエーイ。どう、わかる？トナカイじゃない、サンタって。ありがとう、こちらこそ。どう、伝わってたら嬉しい。
けど、どうだろうか。なんかそう、お花になっちゃった、なんかお花になった、なんかわかんないけど、どうして、どうして、あ、こっちの方が光がいいね、なんか、うん、ありがとう。なんかこっちの方が光良くない？あ、これのおかげ？ん？なんでだろう。こっちにいた方がいいみたいね。なんでかやな。なんで？ね、そっちいいよね。こっち向いた方がいいのか。ほら、こっち向こう。違い、こっちの方がいいか。メリークリスマス。じゃあまいちゃん、珍しい光だよね、今しかない。でもこの光、あのね、夕方付近とかになってくるとね、暗いからね、それこそね、まあ、あの電気をつけて、今電気つけてないんだよこれ、つけて、うん、あの自然光もないという感じになる。うん、頑張れ仕事、偉いねみんな、こんな土曜日なのに。うん、あったかいパジャマ、これピンクだと思ったらなんか紫だった。串はここテーブル上。ヤッホー、課題やりながら見て、ああ、ありがとう。ボート練習で来るの？じゃあいい結果が出ますように。うん、確かに風邪で休んで、いやでも、いやしょうがないよ、流行ってるから。お風邪さん、嘘、ポケットから、全然だよ。え、インフルの方多くない？大丈夫？みんな元気？なんか前髪が変だね、なんかめっちゃ流行ってるよね、そのめっちゃ流行ってるっていうノリでかかるやん、いつもリサはね。元気だよ今リサ一応。今日はね、私これを飲むんだ、ヨーグルッペ、これ大好き、これを飲む。元気すぎ？いいやん、予防接種しました。ヨーグルッペ大好きだよ。来月あたりいい風に出せる。なんで予感してんの？来月1月ってこと？やだー、1月とかめっちゃ嫌じゃない？なんかさ、そのやっぱり何？いろいろあるじゃん、神社参りとか、神社参りなんかあるやん、そういうの。でもなんか辛くない？一人なんかお家とかにいるの。でもね、いつもさ、その帰省できるってなったらさ、マジ人混みの中帰るわけよ、マジで怖いもん、いつも。なんかさすがに福岡にいるみんなに移したらいけないっていうのもあるし、なんか自分も嫌だ、かかりたくないって、そのでも人混みでしょうがない、いやーみたいなのって複雑な気持ちで、いつも帰るとき。そうだから、それこそマスク二重とかした方がいいんかって思う。え、そう、あんまないよねこれ、自販機で売ってるときある、マスクするとマシ。でもなんか怖いよね、なんかだから一回めっちゃ流行ってたときはマスクを最初にして、上からちょっとそのぴったりぐらいのマスクをやってた時あったよ。なんかその二重意味あるか分からんけどね、なんか気持ちの問題よね。
そう、自販機である。気持ちが、気持ちいいね。なんかマスク一時さあれだったのにね、もう終わりだみたいな感じだったのに、やっぱ冬はさ流行るよね、何でもかんでも、何でもかんでも冬は流行るという事案来てるね。うん、寒さ予防、そうわかる、マスクあったかいよね、めっちゃわかる。あー確かにマスクって、そうだね、メガネとかおしゃれでも曇るよね。最近インフルエンザの季節ですよね。嫌だ嫌だ、とっても嫌、とっても嫌です。なんかなんかさ、元気でもさ元気じゃないみたいな気持ちになるじゃん、超嫌。学生の時寒くて冬は、え、リサもだよ、やっぱするよねマスク。曇り止めって効くんかな、あれ曇らないの、どうなん、曇りそうやんね。でもでも今年インフル夏、え、確かに確かに確かに夏も流行ったね、根拠ない、大丈夫そう、え、マジ本当、頑張るね。うん、でも何をって感じやけど、あのとりあえず手洗いうがいをして、やっぱヤクルトを飲まないといけないのかな、ヤクルトたちかな、りょうたかわいい、強くなってるかな、なんでなんだろう、不思議です。とってもおでんあったかそう。お揃いのボケは届いた？一緒。ヤクルトいい。マスクね、大事。わかる。マスク、マスクします。ヨーグルトも良さそうじゃない？なんか、そんな気。インフルエンザ？リサさ、インフルエンザの検査が大っ嫌いなんだよ、わかる、あれ超無理、マジ無理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 、本当に嫌。あのなんかさ、コロナのね、なんか韓国にその MV でいた時にその検査をされたんだよ、しないといけなくて、してしたらそれして陰性だったら MV みたいな感じだった時のやつ、あの検査もなんか同じ感じで鼻だったんだけど、えマジで無理で、え本当にありえないと思って、なってもないのに嫌だこんなことってなりながらなんかやってた気がするよ、すっごい嫌だった、痛い痛いっていうかなんか無理、普通に無理でした、とっても嫌、初見さんはじめまして、どうもありがとう、鼻赤くなる、鼻赤くなるじゃないすみません、鼻赤くなる間違えた、鼻痛くなる、間違えない、本当に間違えちゃった、わかる、普通に涙、ああそうなの春乃ちゃん、そっかもうそういう時期だもんね、やばいな検査一回も、えそう本当、何回もあるよ、本当嫌、嫌だーっていつも言う、いやだ13時からお仕事再開なの、うん、今何分、
43分、もうちょっとやん。でもまだまだあるね、時間はあった。うん、インフル、本当に未経験。そうでしょ。でもさ、いるよね、たまに今までの人生で一回もかかったことないみたいな。なんか本当にって思う。だってさ、あのさ、あれ、学級閉鎖とかあるやん、あん時にさ移ったりとかもしなかったってことだよね。強くない？かかったんだよ。その私はなんか小学校なんか5年6年どっちも確かなったんだよ、その学級閉鎖で。なんだっけな、5年生の時とかはなんだっけな、なんかあのね、学級閉鎖になって、でも元気だったの、なんかさ、元気で、元気な人にとってはさ、マジでなんかもうイエーイみたいな感じになるじゃん。イエーイってなって、なんか学校始まりますみたいな時になった、なんかで、えみたいななんで今みたいな感じでなって、6年生の時はなんか普通になった記憶。ほんとやめてよ。そう、サボったね、サボったっちゃサボって、やばいよね普通に。だからやっぱかかるんだなって思った。かかったんだよ結局。一人暮らし始めてインフルなってない？リサマだよ。でも怖いよね、なんかさ、一人の時になんかさ、そんなことになったらもうなんか辛い、なんかもう辛いなってなりそう。本当にそれこそさ、誰かじゃない、誰かってなりそう。学級さんの時大丈夫だったら普通にさ、あとそうなるよね。今年インフルとコロナ同時に、同時になったの？マジ？あれじゃん、コロフルみたいなやつだよね、なんか見たよ。やばい、そんな同時、やばい。同時ってもうさ、あれじゃない、もうさ無理じゃない、なんか絶望を感じそう。なんかもう無理だとかなりそう。本当に。でもなんかこれリサが名付けたんじゃないよ、なんかなんか多分トレンド入りしてたんだよ、コロフルかなんかが。で、なんこれみたいな思って見たら、インフルとコロナのなんかダブルでかかった人のことだったんだよ。で、ああそういうことか、マジでリサじゃないよ。そう、本当に。でもなんか、なんかダブルの人いた、めっちゃ。あのインフルのなんかもう何でもかかってる人いて、なんか大丈夫みたいな感じになった、そのツイッターの人。こんにちは、こんにちは。普通に眠り。だからやっぱりもうちょっと上げたい、これもうちょっと上げたい、こんぐらい。あ煽りすぎだちょっと。確かに薬どうやって飲むのかな。でも、インフルのじゃない、あの吸うやつ、吸うやつ、なんだっけ、タミフルみたいなやつだっけ、タミフル、そんな名前だったよね。めっちゃ煽り、そう、下からアングル考えただけでも怖いよね。それよ、一緒に飲んじゃいけないとかありそうだもん。
私はいつもあのあれですよ、のど飴、あのなんだっけ、ビッグスドロップみたいなやつを飲みます、舐めます。あれでそのちょっとあのなんか喉を潤すちょっと効果あるか分かんないけど、それが一番、怯えたらね、舐めて、なんか強そうってやない、なんかビッグスドロップ、龍角散は分かんなくて、なんかそういう時にね舐めたことがないの、いつもなんか龍角散はなんかライブの時ぐらい、あの普通に元気な、なんか元気な時にしか飲めてないかも。だから一回その風吹きになった時、風吹いたかもなみたいな時はいいのかな、舐めてみないと分かんない、マジ語彙力やばい、そうやばいよ、助けて、本当にこの語彙力が本当とんでもない。リュウトと申しますじゃん、久しぶり、気持ち次第あるよ、いや本当あると思う、私はもう忘れてない、私なんか翔子にあの気持ちが大事ってすごい言われたことある、アリサが、あーもうなんかすぐそうやってダメかもとか言ったら、そう気持ちが大事みたいな、もうなんか熱血教師みたいな感じで言ってた気がするよ、うん、でもまんざらでもないかも、私その時はでもさ気持ちでもさそのかかる時はかかるよって思ってたけど、確かになんか気持ちも大事だよねってなってきた最近、そうやっぱ病は気からなんやって感じました、うん、そうだからそうやって思う方がいい、私は元気、私は強い、私はかからないって思った方がいいっぽい、うん確かに理解してき、そうだね、あんまりねそうやって言ってたよね、そう悪いかもってなるからね、気合だよね、走るのは無理、ちょっと寒い走るのはちょっと苦手、ん？お豆腐メンタルではないとは思うよ別に、うん、強い、走るのはまあいつも、でも今とかに走ったらもう耳やばそう、もう耳痛いってなりそう、絶対耳痛いもん、皆さんもすぐ耳痛くなるんだよ、登るの？山？寒いよ、危ない、あとやっぱ山は危ないですから、うん、耳痛くないよ、でも痛くなるんだよ、あのあれしてたらなんか寒い風も浴びてたら平熱低いよ、5度台今日はいつも以上に、え、なんでかいな、なんで自然光だから、そう自然光だからかも、ちゃんちゃんこんにちは、こんにちは、あ、そうだったんだね、風邪ひいてたの、大丈夫、バスローブみたいってみんなに言われるんだけど、これちょっとパジャマなんだけど、マジパジャマ、これガチパジャマ、もう見てここまで閉まるんだよ、やばくない、マジあったかい、可愛いけどね、これ可愛いもあるし、ここまで閉まるの、首つま、エクボのやちゃんがいる、ね、タワーさん書いてもいい今、
前のマジあったかいからね。これバスローブみたいなとかって恥ずかしいけど、首つまだけど、でもマジ首つまじゃない、ここまで止めたらちょっとこれ止めるのがちょっと難しい。ちょっとあれなんか止まりが悪い。トカノだ、雪だるま。え、これあれだよ、ニトリさんだよ、ニトリさん。これワンピースなんだ実は。あ、お願いしますだって。はーい。あ、カフェオフ元気、会える、またほら見て。でもね、こうもう一個あるけどちょっと止めてない止めてないよ。え、ニトリ、え、キル毛布かなこれ、私なんか間違ったかな、なんかとりあえずキル毛布みたいな部類です。ワンピースタイプだから足はちょっと寒いっていう事案はある。うん、でも思ったより下でしょ、さっきこうやってやってたからあれだけどね。だから全然あのあれだよ、こっちの辺かモコモコ履いてる。まるでこたつの、え、あれマジあったかいよね。やっぱ足末端冷え性だから何回言うんかって感じだけど、末端冷え性なのでやっぱり冬はあったかいくしないとやってきませんね。冬でも室内ね、本当に風邪ひくよ、そんな寒いよ、絶対寒いって。足寒くないの、いや上も寒いよね、半袖なんて。そうそう仕事行ってらっしゃい、もうそっかあと4分だ。こんにちは、こんにちは。こうして、はるなちゃん、こんにちは。かけた。なんかちょっとじわるか、ね、はい。エクボのあやちゃん、本当に遅くなってごめんね。はい、えくぼのあやちゃん、お誕生日おめでとうございました。ありがとう、よかった来てくれて、ありがとう。ちょ、首詰まってるね、ちょっと。ここおめでとうございました、すぎる、本当におめでとう。思い出作ろうね、いつもありがとう、本当に本当に遅くなった、でも嬉しい、来てくれてありがとうね、よかった、いてくれて、やったね、かけた、ありがとう。エクボ、リサまだエクボあるのかな、ええだって私のエクボどこ、え、私あるんだよね、本当に本当にあるんだけど探さなきゃ。なんか前髪が今日ある、
で探そう、ちょっとマジであるから、本当にあるんだよ。りさん、え、亡くなったとかある？なんか幼少期だけだったとか、辛いかもそれ。ふん、ありがとう、あえちゃん。え、マジでちょっとエクボ探そっか今から待って、ちょっと一回鏡見よう。いや、それな、エクボ嫌いとかある。え、どっちだっけちょっと待って、本当にないかも。え、ないかも。え、これちょっとなくなったねとか言わないでよ。あるから、ちょっと一旦あるからさ、落ち着いて、落ち着いて。こう、なんか暑い、熱くなっちゃったよ。分かった、今日前髪が重いんだ、だからなんか幼かったね。こんぐらい最近の私、なんか前髪長いから早く切る。またパッツンにしよう。エクボって作れるし、え、なんか聞いたことある。いや、卒業しないで、絶対にあるから。うん、うん、まあ確かに描けるからね、影ライダーで描いちゃえばピュッて、こうなりどころだったピュッて描けよう。うん、かわいすぎん、いい感じ。いや、あるはずだから。描けるらしいよ、エクボ。なんかその影みたいな感じ影みたいな感じでできるらしい。すごい、マジ。あ、明るい、急にらしいよ。こんにちは、半熟、やっほー。半熟好き、いさも。半熟美味しい。うん、分かった、今日はこれにこのメガネをすればいいんじゃない。こうしたら、あ、オフ感満載。うん、これはやっぱ中に入れるもんがいいのか。あ、どう、ない方がいい。なんかちょっとやっぱ、ね、歪んでるんだよな、ちょっとやっぱ歪んでるよな。あの、しなの、それは内緒だね。秘密だよ、秘密だよじゃないか、間違えたか、間違えたかもしれないね。ワン、ツー、スリーで弾けて、ポップコーンは大盛り、だからついてるしちゃった、ウインクだって大盛りね、イエイハリーポッターみたいなんか大きいよね、この目がね。16歳ってちょうど複雑、大人は泣かないんでしょ。おーこれさ、あったかいけどさ、爪長いとこれ取るの難しい。こんにちは。うん、見て、もうちょっと。これそう、ぶち抜いてる。よろしく。ありがとう、アイリーナ。よろしく。もうちょっとじゃない？もうちょっとです。イエイ。こうお昼配信はやっぱこういう感じだよね、なんていうんだ、オフっぽいというかのやっぱ重点的によく配信してる気がする。なんか普通に夜とかは普通になんかまた違うね、歪んでる。
こうよこう。10日は夏マトペ。やばい。終わります。どんなねって願いって言っちゃうのいつも。どんな出会いがあるの。今はまだ誰も知らない私たち。懐かしいんだけどなんかもう。どんな旅をするんだろう。さあ乗り込もう。1,2,3,4,5。やばい懐かしすぎる。もうやってないな。ずっとほんとやってないかも。やばめっちゃ夏やったね。でもいっぱいね。うん夏はいっぱいやりました。夏マトペたくさん披露する機会もありました。こんにちは、こんにちは、どうも、こんにちは。そうね、夏マトペの期間は濃かったね。なんかいっぱい、やっぱ夏はフェス系がいっぱいだったからたくさんやりましたね。楽しみ、バケハ夏マトペね。懐かしいよ。もう冬になっちゃったね。冬最高だったね。本当にドライブ、ドライブデート。今日も好きだよさとみちゃん。ありがとうさとみちゃん。イベント盛りだくさんだったね。夏はやっぱフェス系多いね。うん、こんにちは。富士急懐かしいね。15枚目期間もたくさん思い出作りますよね。作ろうね、たくさん。ラストノート、ドライブデート、競争カタストロフィー、あとはユニットだね。個人 MVあったね。ぶち抜きね、ぶち抜いた。うん、こんにちは。冬ってなんだろう。でもなんかさ、あんまり冬だから聞くっていうのがあんま意外とないかも。なんかうん、でもイコラブの曲とかだったらさ、フィルスとかを聞くよね。あの衣装可愛かった。めっちゃ可愛かった、ユニットのね。うん、フィルスいい、わかる、いい。たくさん、いやよろしく。15枚目、こんにちは、こんにちは。フィッシュね。あとノイミーちゃんのあのハニカミショートも好きですよ。やっぱりいい、めっちゃ。あのやったよね、この以上の時。今年やれたんですよ確か。去年はやってなくて今年やった。やりましたね。マジ可愛くない。今日の待ち合わせ場所に僕は駆け足、君が振り向いた雪で光る宝物。ちゃんと、あ、でもこの辺はやってないや、やってない。あれ、あのサビをやったんだ確か。ちゃんちゃちゃんちゃちゃらららんちゃ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 ちゃんちゃちゃらららんちゃんちゃんじゃん。あ、でもやってないからわかんないな。なんだろう。ちょっと待って、聞いてないって、慌てる僕、笑う君、風になびく長い髪はどこ、
美容室シャンプーの甘さちょっと慣れなくて変なリアクションでごまかす。短い、あ、ここやった？髪の知らなきゃ。1番と2番がごっちゃる。変わらない笑顔でかな、違うかな、あれ違うかも。全ての瞬間逃さないようにデート、なんかやった気がするこの辺、やってないか。デートホルダーは君、なんかやった気がするけど、君以外いらない。ちゃ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 んだ、あ、思い出した。ちゃ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 んちゃん、君ははにかみショートで、わーわーわー、冬のプリズム、こない、ここ難かったな、なんか粉雪をまとい光さえも回るんか、ここ操った、何にも言わずにキスをしたなら、ハートが色づき街の景色変えられる心のキャンパス、君だけを描くか、溶けないでこの恋ちょっと待って、なんか忘れちゃったよ、忘れちゃったよ、なんかこんな感じだった、なんかちゃんちゃちゃんちゃるるる、あとはあのオチだよ、オチしかやってない、大きな声で自慢したいよ、僕の恋人が可愛すぎる、他の誰かに、あ、トロッコ乗ってたんか、乗ってたんか、多分見つからないでね、君のために、なんかこの辺できた、君のために行ける、君じゃない思い出なんて必要ないから、でチュッチュルチュッチャンからやったんだ思い出した、思い出した。で、君はハニカミショートでってやったんだ、思い出しました。そういえばトロッコに乗ってたんだ、だからニサビとかは踊ってなくって、踊ってたメンバーもいたけど自分は踊んなかっただよ、うん、そうそうだった、そうね、思いました。可愛いよね、歌マジ可愛い。乗ったねトロッコ、懐かい、それだ、そうだ、思い出したよ、そうだったんだよ、そういえばそういえばだね。あと何乗ったっけトロッコ、マジでわー覚えてないな、ありがとう春菜ちゃん。え、ちょっとメモ見よっから、なんか、え、消してないよねエリサ、多分絶対消してない気がする。トロッコ楽しい、いや、なんか乗った気がしない、他の曲も、椅子、え、なんか見つけられない、あ、あったあったあった、ん、記憶があんまない、トロッコのあれを書いてない、あ、イコールラブ乗ったね、確かに、うん、あとは乗ってないっけ、いや、なんか乗った気がするよ、なんか乗った記憶あるけど忘れちゃったな、なんかなんかメモ出てきたけど、なんかもうわからない、今見ても全然わかりません、何も覚えてない、うん、ス
パークルとかね踊ったよね、なんか踊ったね。忘れるね、忘れますよ本当に、やばい忘れる、忘れた。忘れちゃったね。こんにちは、こんにちは。スパークル、スパークル何回かさ、もう結構さ歌わせていただくこと多くなってさ、なんかなんとなく覚えてるよ。なんかこうだよね、なんか最初こう歌ってる君、なんか立ってる、ちょっとないた縮まることのない距離が眩しかった、じゃんシャルルチャルルルルルチャンチャンチャルルルルルてん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 てれってん、どんな曲を聴いてもひとちょっと聴いてもどうしても僕は君がいいな、今日待っていたよだって会いたかったねえ、なんかこんな感じてってれてれってんてれなって、なんか難しかったな。でも天使覚えてない、あ意外といけんじゃないの、ちゃんちゃちゃちゃんちゃるちゃん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 、あー無理かも、やっぱ無理だった。なんかこんな感じ、フィルターでまもうプレシャスを悪魔私が涼しい空に飛んだ、私は私それなのに誰かが指さして私を笑った、涙が止まって手足はどうかいった、ちゃんちゃんちゃらんちゃらんちゃらん、チャン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 、それが待てちったか、チャン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 、もういらないけど、なんだっけ、もういらないけど、適当に話すのをやめた、嘘ついて笑わうのもやめたって、なんだろう、なんかこんでねねねね、僕よりも多分本当の私が強い、え、やっぱ難しいね、覚えてないっぽい。あでもサビならいけんじゃない、なんだっけサビ、ララ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 ラ本当難かったし、なんか緊張するじゃん普通に。睡眠時間？唐突。え睡眠時間6時間ぐらい多分、ドライブデート、チャジャッチャラッチャラララン、うーイエーイイエーイだよ、あメリークリスマス、トトトニーカイト、スノードームだ笑わないでよ本当にそうなんだから、うーイエーイ、うん
当に。あー眠れんて今日はもう早く会いたい君までここ急いで本当にそうだよ本当に、うん、そうそうそういう感じです。うん、頑張れアルマちゃん偉いよ。あと何覚えてるかな、なんか言ってみてみんな。私多分覚えてない。瞳のそう、瞳とのパートはガチガチプランです。言っちゃってごらんガチガチプランです。ガチガチプラン、お値段め、やばい、お値段か、ちょっと待って、さ、待って、もうとかしだってだってお姉さんじゃダメですか。もう忘れちゃったよ。ドキドキは映っちゃう好きよヘイヘイ、もっともっと頑張って、はいはいはい、うん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 、もうこのカフェにさ何時間いるっていうの、慣れないことだって分かってはいるけどみたいな感じだったよね。逆にサビの方がいいのかな。あ、ここ二文字目だ。届いてよ、にるには映っちゃう、てかあれだ、お値段目はさ、なんか全体で見ないとちょっとあれだね、手だけだとなんか難しいね、むずみだね。もうちょっとやっぱりこっち下に向けたい、むずいね、むずかったっぽい。だってお値段めあれ以来やってないよ。うん、OK。あれ以来。前やったよね。いつだっけ？夏祭り？時以来やってない。やばくない？普通に。ありえん。ありえんやってない。スイーティストガール、やばいの忘れた。スイーティストガール、スイーティストガール毎日忙しく頑張る君へ、人のために頑張…あ、これ違う、らずに自分のために生きてみましょう。え、意外といけるかも。オーリホミー、ヘイヘイ、ここは違う違う、あのオーリホミー、メキメキャオニオニ、意外と意外と、そうね、ツアーでやってたからか。丁寧に入れよう、お高めハーブティー、せっかくの休日は少し早く雲に、ん？魔法使いは、魔法使いはね、ちょっとわからないけど、こうだっけ最初、ああ最初こうだっけ、なんか ポーズ最初、あ、こうだこうだこうだやめて、最初こうだった、こうじゃない、こうだ、あ、意外といけるかも。おはようで目を
たら始まるルーティーン、今日も頑張ってやばい、やめてそうだった。で、レッツゴー。もうちょっと眠ってたいけどアラームにせかされちゃってる。ちょっと体伸ばして、誰か元気チャージして、この充電じゃ動けない。裏腹、時間は進む、ちゃんちゃんちゃん、大人ぶってちゃんちゃんちゃん、アイスコーヒー、ミラーの前座ったら変われるんだ。イエーイイエーイ。秘密だよ、私魔法使い、ほっぺにピンクチーク、今日のリップとき覚えてるよ、の色甘すぎ香水振りまいて、オーラ身にまとった瞬間、私はシンデレラでしょ。誰かじゃない自分のために魔法をかけてあげる。覚えてた、意外と意外といけた。やった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 。いけた。かわいいよね、うた。私だけのピンク色、体中溶け込んでね、秘密だよ、私魔法使い、ほっぺにピンクチーク、今日のリップときめきの色、甘すぎ香水振りまいて、オーラ身にまとった瞬間、私はシンデレラでしょ。誰かじゃない自分のために生きているのにな、すり減ったこの心まで愛してあげたい。あの衣装本当に可愛い、わかる、可愛い。ああいうさ衣装あんまりさ、なんかユニットとかぐらいじゃない、だから嬉しかったね。うん、こんにちは、レグルさん、クマありがとう。 I love you。 ピースの指好きだよ。うんうん、意外と覚えてる曲は覚えてるんだね。覚えてない曲は覚えてないねそれはそう。うん、でも可愛い歌はさ、やっぱあれかも、好きだよね。なんかノイミーちゃんの歌とかも最近ね、可愛い曲聴いてるかなって。ありがとう、スノードームだ。PIC やばい、何だっけ、チュ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 、なんかこいつなんかこんなんだよね。 PIC、 え、こうだっけ、やばい、懐かしすぎる。懐かしいよ、懐かしいよ。チュ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 、マジで懐かしいな。もう可愛い歌を最近はね、やっぱ聞きます。かっこいい歌も好きだけど、
チョコメラ覚えてないかも。やばいやばいね。オードリーラスキッチン、デレレレレレテレテンテンジャルルン。いやマジで最初のこれ覚えて、これは覚えてる。最初なんかオードリーラスキッチンでなんかこうやってやって、アジバロとクマありがとう、 I love you、 好きです。だってありがとう見てくれて。でもチョコメラの雰囲気は好きだよ、すごい。テレレテレテレレレテレレレレレレレテレレ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 。なんかこの目隠しをして秘密の味、とろけるまで愛してくるほど何でも知ってるの、ピーターが好きでしょ。刻んだ数恋に負けて君を守って作ってるチョコレートメランコリー。チュ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 。うん、ショックかも。あれ写真撮りたかったのに時間なかった。本当に辛い。マジで着ることないんだけど、なんかもう予定もないんだよ。ちなみに予定もない。まあでもそりゃそうだよね予定あるわけないよね。いやそれはさ、じゃあなんだツアーで やるとかだったらあれやけどね、わかんないね。でもなんかないよな。あさって当落なんですか。当たったら教えてね。あれだよね、お渡し会だよね。直接渡せるの楽しみよ。楽しみ楽しみ。せっかく着れたのに。絶対教えてね、当たったらみんな。私は待ってる、あのピンクの衣装で待ってるね。絶対教えてね、絶対に絶対に絶対に教えてね。ピンクの衣装だよね。